ヌットサラ・トムコムは、タイのバレーボール選手。ポジションはセッター。バレーボールタイ王国女子代表。もともとはアタッカーで、170センチメートルという、比較的小柄な体格ながら、活躍を見せていた。しかし、手元の技術がコーチの目に留まったことからセッターに転向した。ユースの試合に出場するにつれて、引退した前代表セッターの後継として、協会から、白羽の矢が立った。 イタリアで開かれたワールドグランプリ2003では初スタメンながらわずか2度目の世界大会であるチームを9位へと導いた2004年のアテネオリンピック世界最終予選でもレギュラーセッターとして活躍セッターランキングで日本の竹下義江に次ぐ2位に入った本大会出場はならなかったもののチームの5位に貢献ワールドカップ2007ではタイ 日本戦を中継したフジテレビがセッター対決と評するなどその注目を集めた。大会通算のセッターランキングでも5位に入った。2007年と2008年のアジアクラブ選手権でベストセッター賞を受賞した。2009年のアジア選手権では同国を初優勝へ導き同大会でベストセッター賞に輝いた。また、 同年のワールドグランドチャンピオンズカップへも初出場した。2010年の第2回アジアカップでもベストセッター賞を受賞し銀メダルを獲得する。同年に日本で開催された世界選手権に出場した。2011年のワールドグランプリでは初の決勝ラウンド進出を果たし6位入賞の原動力となった。セッターとしての評価は高く、 大代表の繰り出す多彩な攻撃を支えている。代表の近年の躍進において、センターのプルームジットティンカオと並び、中心的な役割を果たしている。2枚貝という戦術の関係で控えセッターと変わることも多いが、攻撃重視のチーム方針によるところが大きい。ありがとうございます。